皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂谷敦です。今日は6月5日月曜日ですね。いつものようにお料理作っていきます。今回ご紹介するお料理は豚フィレ肉を使った、サクランボと赤ワインのソースのお料理です。材料こちら、豚フィレ肉は 50g にカットして2枚1人前2枚用意してます。量がいろいろお好みもあるでしょうから、皆さんの食べやすい量にして準備ください。付け合わせも、季節のものですね。今日はヤングコーン、ラディッシュ、インゲン豆、インゲン豆、ヤングコーンはそれぞれ、下茹でしてます。塩水で茹でてます。さくらんぼは今日はアメリカンチェリーを用意しました。ヘタを取って、まあナイフで半分に割ったものをから種を取ってもいいんですけど、これオリーブの種抜き、種取りです。これを使うと簡単に種が取れますので取っておく。こうやってですね。これが下処理です。ではフライパンを温めて、バターでお肉を焼いていきます。新しいバターを加えて、油を回しかけながらですね、全体的に火を通していきます。こちら焼き上がりに塩をまぶして、油を回しかけながら両面しっかり焼いてあげると、これぐらいの厚さのお肉なら、寝かせるだけで十分火が通ってますので、冷めないようにですね、アルミホイルをふわっとかけて、で休ませておきます。ではフライパンの焼き油は一旦捨てて、で付け合わせの準備です。鍋を用意して、それぞれ火が通った、ヤングコーンとラディッシュはまだ生ですから、縦半分に切って鍋に加えて、インゲン豆も同様ですね、鍋に加えます。火入ってます、インゲン豆とヤングコーンは。でここにチキンブイヨン浸かるぐらい、にして、でバターを、10g ぐらい加えます。でお塩一つまみね、これを水分がなくなる、グラッセ状になるまで、ツヤツヤするぐらいまで煮詰めていきます。強火でガーッと。その間にソースを準備します。で先ほどお肉を焼いたフライパンも油は捨てて、お肉のタンパク質がこびりついてますね。これはうまみになりますので、このままこのフライパンでソースを作っていきます。ここにポルト酒と、ルビーポルト、赤いポルト酒と赤ワイン、料理用ですね、加えて、
水分を蒸発させます。その際一緒にですねタイムの枝を香り付けのために加えて、今アルコールに火がつきましたので、まずはアルコールが飛ぶまで十分気をつけてくださいね。上から覗いたりしてると引火した時に顔がやけどしますし、風向きによってはこっちに火が来る場合もありますので十分配慮してください。周りに小さなお子さんがいないとか燃え移りやすいものがないような状態で調理をしてください。火が消えましたのでさくらんぼ一緒に加えて煮詰めていきます。ソースはですねここにお塩、赤ワインとポルト酒を煮詰めた鍋にさくらんぼを加えて煮詰めて、ここでお塩をします。では盛り付けです。休ませておいた豚フィレ肉に付け合わせを添えて、ここにタイムとエキストラバージンオリーブオイル、野菜の煮汁ですね、バターの代わりに少々かけて、タイムのお花が花を散らしてあげると、おかっぽい香りでコリアンダーを回しかけて、豚フィレ肉のポワレ、さくらんぼの赤ワインソースの完成です。では試食をしていきます。こんな感じしっとりとピンク色に、うん、さくらんぼの甘酸っぱさが効いた赤ワインソース、こう豚肉の淡白な感じに非常に相性がいいですね。特別な材料を用意するわけでもなくてですね、お鍋一つで、季節の付け合わせと楽しめる内容になってます。このソースは秋口、例えばさくらんぼを、ブランデー漬けにしておいておくとか赤ワイン漬けにして置いておいて、秋口から冬にかけて鴨の、お料理との相性も非常にいいソースだと思います。付け合わせや、ソースの使い方は、ご覧になっている皆さんが、いろんなアレンジで楽しめる内容ではないかと思いますので、ぜひ、暑い日がもう始まってますが、夏をたくさんお肉を食べてたくさんお野菜をとって、暑い夏を乗り越えてください。セボンです。